フランク・オズはイギリスで生まれアメリカで活動する映画監督、プロデューサー、俳優、声優である。本名はフランク・オズノビッチ。両親のマイク・オズノビッチとフランセスも人形創演者として著名人物であった。マイクはオランダ系及びポーランド系ユダヤ人。フランセスはフランドル系ユダヤ人でナチの手を逃れてオランダからイングランドへ移住した。 イングランドのヘレフォード社ヘレフォードでフランクが生まれ5歳の時に一家はカリフォルニアに移住した。ジム・ヘンソンと出会い、セサミストリートなどのテレビ番組や映画でマペティアまた声優としてミス・ピギー、クッキーモンスター、グローバー、バート、ホジーなどを演じた。また、スター・ウォーズシリーズのヨーダの声、パペット操作を担当したことでも知られている。マペットを使用したファンタジー、 ダーククリスタルをヘンソンと共同監督した後、リトルショップ・オブ・ホラーズで実写映画の監督に進出した。以降、主にコメディ映画を監督している。ありがとうございます。